パオロ・ジョルダーの一世オルシーニは、イタリアのコンドッティエーレ。初代ブラッチャーの公家、オルシーニ家出身。ジローラもオルシーニとフランチェスカス・フォルザの子。父方の先祖にはデッラ・ローベル家出身の教皇、ユリウス二世。母方の先祖には、ファルネーゼ家の教皇パウルス三世がいる。1558年に、トスカーナ大公コジモ一世の娘イザベッラ・デメディチと結婚。 1571年、レパントの海戦に従軍。2年後、チュニスへ遠征したスペイン軍に参加し、6隻のガレー戦を指揮した。ソヤで、暴力的な人物であったと言われ、1576年に、フィレンツェ近郊のビラチェレットグイリで、自分の重邸とロイロと浮気をしていた妻、イザベラを自分の手で殺した。おそらくは、イザベラの兄フランチェスコ一世でメディチも、 共犯であったという。同じ年に彼はトロイローも殺させた。この事件により彼はローマへ逃れ、人妻であるビットーリア・アッコランボーニと内縁関係となった。1583年には邪魔になったビットーリアの夫、フランチェスコ・ペレッティを暗殺した。教皇庁とトスカーナ対抗国の両方からお尋ね者となり、彼はベネツィア、アーバノ、サロと来た。北 イタリアをビットーリアと共に逃げ、二人は1585年4月に正式に結婚した。1585年11月にパオロが死んだ後、ビットーリアも12月にルドビーコ・オルシーニに暗殺された。パオロの関わったロベルト・オルシーニ暗殺による報復であった。パオロの領地はイザベリッタとの子、ビルジニーノが継いだ。ありがとうございます。